宇田美商蘭。私は今ですね、阪急春日野道駅に来ております。阪急神戸線の、三宮の隣の駅ですね、になってます。まあ、ちょっと昭和チックなですね、まあ、ノスタルジックな、雰囲気の駅にちょっと行きたいなと、いうふうにいろいろ思ってましてですね、まあ、そういった雰囲気のある駅ですねを、まあ、探し求めているというわけでございます。まあ、探し方にいろいろあるんですけどもですね、まあ、高架下にあってですね、まあ、なおかつ古いというところですね。まあ、この高架はですね、これまあ JR と並走してるんですけどもですね、まあ昭和初期に作られたものということになります。でそこからですね、大きく手を加えられているのであればですね、そんなノスタルジックな雰囲気を感じるような、ものではないんですけどもですね、まあ、結構ですね、まあ、例えば南海の萩餅駅とかだったらですね、まあ、結構なんか手つかずとか今宮恵比寿もそうなんですけど、そんな形ですね、まあ、昭和の雰囲気がね、まあ、すごく残っているような駅とかもですね、まあ、あったりしますからですね、まあ、そういうところをですね、まあ、訪ねていければいいのかなと、いうふうに考えてですね、まあ、ありがとうなと思います。よろしくお願いします。まあ、駅の北側はこんな感じで、まあ、春日の坂っていうことで、まあ、ここから坂道になるんですね。うん、まあ、坂道の方もなんか高層マンションが建ってたりして、まあ、さすが神戸だなという感じはしますけど、で駅の南の方がですね、この春日の道商店街というのがございます。でここはですね、この商店街を突っ切ったところに阪神の春日の道駅があるというところですね。でお店がですね、なんか肉屋さんがあってですね、なんか牛串カツが150円、豚串カツが80円になってるんで、ちょっと気になるんで、ちょっと買って食べてみたいと思います。ちょっと買ってみましてですね、まあ、どっちが牛か豚か分かりませんけど、とりあえず食べてみたら分かるでしょう。ではね、いただきます。あ、こっちは牛の方でしたね。まだちょっと温かくて美味しいですね。続いてね、ちょっと豚いってみましょうか。豚やけど脂っこくなって、うん、これやったら俺、ちょっと3本ぐらいいけると思う。美味しい。今ですね、春日野道駅の、ホームでございますと、いうところで、ホームの屋根もね、まあ、かなり古びたものになっておりますけども、現役で使っているというところですね。まあ、これ隣がですね、JR と並走しておりますのでですね、カーブのね、カーブをね、に差し掛かるね、列車とかがね、こう撮影されできるね、まあ、いいポイントなのかとは思います。ここもですね、まあ、中津駅ほどではないんですがですね、ホームの幅がやっぱ非常に狭いというね、まあ、そういったホームでございます。昔からあるね、ホームと、いうことでね、まあ、昔開業当初はね、今ほどの、まあ、高速運転を、まあ、していたのかいないのかですね、まあ、よくわからない部分ではございますけどもですね、まあ、今ね、この安全基準がね、まあ、かなりねレベルが高い今ね、まあ、新線を作った場合ですね、まあ、このような狭いホームは必ず、まあ、間違いなく作られることはないのかなと、まあ、いうふうにはちょっと思いますんですね。まあ、なかなかちょっとレアなあれなのかなと。まあ、ここからですね、まあ、阪急電車はですね、三宮ではなくですね、筒井というところ、そこが終点だったというところでございますね。で、まあ、三宮まで の、まあ、路線が開業したことによってですね、まあ、一応筒井線として、まあ、残ったわけなんですもですね、まあ、数年で廃止になってですね、まあ、三宮、まあ、神戸方面はですね、まあ、三宮、行きがもうで一本化されたというところでございますね。まあ、言うてる間にですね、これ JR の、列車ですね。通列車、増井山手駅ですね。阪急よりむしろなんかこれ JR 撮影する方がこの駅楽しいかもしれないですね。
で、まあ、隣はあの三宮なんですけどもですね、まあ、駅はちょっと見当たらないというところですね。まあ、あの辺 の、 あの高層タワーマンションとか、まあ、立ってるあたりがですね、まあ、三宮方面でまあ間違いないんですけどもですね、まあ、京阪電車のようにですね、まあ、隣の駅が見えているというようなところではちょっとございませんですね。まあ、というような感じでございます。JR のこのカーブのね、ものすごいいいポイントなんですけども、なんかね、カメラを構えるとこういう時に限ってね、あの列車がやってこないっていうのはちょっと僕の特徴なんですけどね。まあまあ、あの来ないものはね、あのもう仕方がないのかなということでね、まあ、あの僕の勝手でね、あの列車のダイヤ変えるわけにいかないですからですね、と思ったりはするんですけど、まあちょっと夕日がね、ちょっとまあ、あの押しかけてね、まあ、あの綺麗な景色でございますね。まあ、余談ですけど、明石海峡行くとね、明石海峡でもまあ撮影しますけども、まあこの時間帯はね、めちゃくちゃそうですね、やっぱ夕日綺麗だったりしますね。まあ、あのどうでもいい余談でございましたね。まあ、この春日の道、これ今阪急春日の道なんですけどもですね、あの阪神電車もですね、春日の道駅というのはございますと、いうところなんですね。あの同じ駅名というのがですね、まあ、ありますと、まあ、あるのはいいじゃないですか。でも全く違うところに駅が存在するというところですね。まあ、阪急の神戸線でいうとこの春日の道もそうですし、あとどこだ、あとね、三影もそう。阪急三影と阪神三影は全然違うところにあります。あとですね、阪急塚口と JR 塚口もですね、まあ、全然違うところにあるというね。今列車がやってきましたね。カーブを描いてるとかね、ここにタイミングよくですね、まあ、JR の普通列車がやってくるというところでございますね。この絵面いいですね。まあ、このサムネイルとしてはね、非常にいいのかなと思うんですけど、まあ、今日の春日の道のテーマはですね、テーマはですね、昭和ノスタルジーということですので、まあ、サムネにはちょっとね、残念ながら使えなかったりはするんですけどね。まあ、こんな感じですね、まあ、三宮の隣の駅で、まあ、全然なんか乗降客いないのかなと思ったらですね、まあ、意外とね、結構いるんですよ、この駅。うん、まあまあ、三宮からも、ね、ちょっともう距離も離れてるからですね、まあ、三宮まで歩いた方が近いっていう人はまあまあそうするでしょうけど、まあ、そうでない人たち。で、まあ、ご覧の通りですね、かなり住宅密集地になってますからですね、まあ、住んでる人もかなりいると、まあ、当然やっぱここは大都市の神戸市の中でございますからですね、まあ、そういったところもあってですね、まあ、かなりのまあ利用者があるということで、まあ、この駅を廃止するってなったらね、まあ、とんでもない話になるんですよ、だからね、というふうに思ったりしますね。まあ、ちょっとカーブのところあたりって、まあ、ちょっと JR の写真というか、まあ、カーブしてるとことかをね、ちょっと撮影して、まあ、終わろうかなと、今日は思ってます。以上、ありがとうございました。